さあ、not という単語はですね、皆さんが思っておられるよりもはるかに便利な単語なんですね。not というのは文全体の否定だけではなくて、文の一部分を否定することだって当然できるわけです。その場合にですね、場所に注意をしてくださいね。not は指定表現。これから後ろに来る表現は全て否定的な文脈で述べられていますよ。何々ではないということなんですよということを指定する表現なんですね。したがって否定したい単語あるいはフレーズの前に置くというのが肝心なんですね。 A からいきましょう。 Who ate my pudding? Not me. 私のプリンを食べたのは誰？僕じゃないよ。さあ、日本語ではですね、僕じゃないと言ってですね、じゃないは後ろに回りますよね。でも英語では違うよ、まず違うよと出てくるわけですね。そしてそれが me を否定する。必ず否定したい語句の前に置いてくださいよというわけです。 B の文いきましょう。 This apartment is not for rent. このアパートは賃貸仕様ではありません。 For rent ではありませんよ。 For rent を否定したいわけですね。したがってその前に not を置いて not for rent というふうな形になるわけです。 not は否定したい語句の前に置く、これがポイントなんだということなんですね。